をやっていきましょう。はい、今日は何をやるんだい。はい、ということで今日はモノマネドライブスルー第2弾。イエーイ、お前の欲求のためにやるわけ。俺は今日は別にスタバ飲みたい。第2弾やってほしいっていうのもね、 TikTok でも100多分数字も再生されて、翼のポテンシャルを測るためにまたモノマネドライブスルーやっていきたいと思います。今日はなんと、はい、ディズニー3連続でいきたいと思います。ディズニー3連続、はい、なるほど。ミッキー、スティッチ、グーフィー、この3つでいきます。了解しました。今ボジョーサトルとかさ、若い子受けのモノマネをちょっと練習してもらってるんだけど、期待してるからですけど、これ動画で言うことによってやらなきゃいけないから大丈夫、僕最強だから。はい、ということで、闇を払って、闇を払って、夜の時、はい、ということで、じゃあドライブスリーやっていきましょう。はい、せーの、ドン。キャラメルのフラペチーノを一つお願いするよ。はは、それにチョコチップを追加してくれるかい。トールサイズでお願いしたいな。はい、あとダブルチョコレートフラペチーノを一つ頼むよ。はい、これもトールサイズでお願いするよ。あと、スティッチはハムエッグホットサンド、ラッハ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 。ハムエッグホットサンド。一つ。温めますか？お願いします。はい。以上で。はい、かしこまりました。お願いします。ありがとうございます。すいません。お待ちがついてくる。すいません。あ、本当ですか。え、ちなみにお姉さん何のモノマネか分かりましたか。ディズニーのメドレーみたいな。ミッキー、おお、ドナルドと、ああ、一人目グーフィーだったんですけど、さすがに。いやいやいや、似てました。あ、本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、優しいね。スタバの店員さんってこんなにも神対応なんだろうね。マジ神対応だよな。ありがとうございます。ありがとうございました。ごめんなさい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、惜しかったね。あと少しだった。まあそうだね。もう相変わらずね、店員さんが神対応で本当よかったです。確かに最高だったな。大満足でございます。また第3のリベンジしましょう。リベンジしましょう。お前ら、はい、スタバの店員さんと結婚すれば。残念ながらそれは叶わないと思うよ。叶わないと思うよ。